武雄社長のだから金鋭堂。金鋭堂の武雄です。以前所属させていただいておりました公益社団法人中井青年会議所中井 JC 様の11月例会に講師として今回私をお招きいただき講演をさせていただきました。その模様がこちらです。知らないですけど、じゃあ例えばじゃあそういう例えば40周合同例会とかそういったものから帰ってきて、じゃあこういった方とお会いできた、じゃあ名刺だけその場では交換したけど、じゃあその後こうそのリクエストを送ってこう友達になってしまえば、もうその方にだからこう自分が投稿すればどん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 こうその通知っていうところもいきますし、よりこうその本当のこう友達になるような形に。長井 JC には私も25歳から15年間所属させていただき、さまざまな活動を行ってまいりました。卒業させていただいてからもう6年経過いたしましたが、このような形でまたこの長井 JC 様との関わりを持たせていただきましたことをとても嬉しく思っています。今回の講演に関しては SNS 発信力セミナーとして、 SNS をどのように活用していくべきかを実例を交えながら後輩たちにお話をさせていただきました。現在コロナ禍ということもあり、講演活動などもやや控えておりましたが、それまでは実業団や学校関係、さまざまな団体様や行政からもご依頼をいただいておりましたし、今後またこういった講演やセミナー等でご用命があればいつでもご連絡ください。今回長井 JC 様にこのようにお呼びいただきましたこと、本当にありがたく思っておりますし、長井 JC 様の今後のご活躍と、そしてご発展を心からお祈り申し上げます。これからもまた様々な話題で皆様にお役に立てることがあると思いますので、ぜひその講演やセミナー、こういったことを話してほしい、そういったことがあれば、金鋭堂までご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。金鋭堂では様々な新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金鋭堂。